まあ今だから言えるんですけど、もう本当に悪だったんですよ、僕って。純粋に悪というか、ああうなんか、悪というか、なんか稼げれば OK みたいな。ああ法に触れてなかったらいいでしょ情報商材やってたんですよね。やってました。 どんな感じなの情報商材って。でも、情報商材は僕がやってたの稼ぐ系なんですよ。例えば100人の生徒みたいなのがいたとしたら、うん、正直僕の言ったことをちゃんとやり,やりきれる人間ってもう3人ぐらいしかいないんですよ。だから残り97人は途中で諦めるんで、どっちにしても僕のノウハウがあってようが、ま、間違ってようが、うん、無理なんですよ。っていうシステムなんで、自分の中ではその間違ったことは言ってないんですけど、うん、ま罪悪感はちょっと募る,る,るというか。うん 結果、ね、実践できないんで、稼げたんですけど、僕も。僕も月に2000万ぐらいマック探してたんですよ、情報に、えーゴで。結構、うまくいったんですよ。うんまあ、口がうまかったかわからないですよ。うん、YouTube 使って。その時も YouTube の僕、広告で。 YouTube 広告で僕動画出したんですよ。うん、労働者のあなたへっていうタイトルで、ヒカキンさんの動画とかの広告出して、メールマガジンヒカキンの動画の広告に情報商材出てたの出てました。無法地帯だったんですよ、す当時。月に500万ぐらい広告費出して、メールマガジンの人をめちゃくちゃ獲得して、1日でだってマックスの時2万人とか獲得できたと思うんですよ、確か。本当にもう無法地帯だったんですよ、その時 YouTube 広告時代があんまり有名じゃなかったんで。うん、で、それを短期で半年ぐらいやって、ガッて稼いで。でもこれなんか、あんまり人に誇れないなって。法律には触れてないけど、あんまり稼い,でいやかまあまあ、まあ <ま>あグレーだし1万ぐらいの商材とか18万とかでこれやめようって思ってスパッとやめましたねそれで YouTube に僕はもう完全にシフトしてシフトしてゲーム実況からスタートしてまあ,ある程度お金そこで稼いでたんでまあ今だから言えるんですけどもう本当に悪だったんですよ僕って純粋に悪というかなんか悪というかなんか稼げれば OK みたいな別に法に触れてなかったらいいでしょっていうベースがあったんですよだから別に誰かを幸せにしようとか思ったことも本当なくて純粋に稼げれば OK で法,律に,触法に触れてない じゃあ、オッケーなんだっていう認識だったんですよ、僕は、本当に。<ー>それがやっぱ YouTube 通じて変わっていって、まあね、いろんな人たちに会ってるし、はい、そうです、だから本当に昔は。再生されてるしね、はい、みんなが思ってもいないぐらいの額を稼いでるっていう、はい、イメージはあるわけですよ。それがまた分かりにくいから、はい、分かりにくいんですよ。 俺も聞いてたじゃん。うん、どうやって稼いでんだろうと思って。はた、い、めに見てると全然分析できないんで、直接聞いてみたんですね。はい、僕はそれは腑に落ちたんでいいんですけど、みんなもちょっとある程度分かったと思うんだけど、どうやって稼いでるのか分からないから、はい、それで言われる部分もあるんですよ。はい、ズルしてんじゃねえかとか、はい、怪しいことしてんじゃねえかとか、思っちゃうわけ。はい、特に境界性知能は。はい、あいつはズルしてるから稼いでんだろうみたいな。だけど、それをだからうまいことを、 前沢君みたいに世界平和とか言ったらいいと思いますね、はい。ヒカ <laughs> <ー>ルさんがめちゃくちゃポケモンカードにハマってるんですよ、うん。なんでハマってんのポケモンカードの値上がりの仕方が、うん、尋常じゃなくて買って1ヶ月後に2倍とか3倍になってポケモンカード1枚が今200万とか300万とかなってるんですよ。うんね、するらしいよね。じゃないですか。ブルーアイズっていう、うんうん、そのカードも 買ったとき100万円ぐらい買ったんですよ、うん、今それ1200万とかなってるんですよ、えー、バブルが起きてて、どこで売れるんですか、それはそうう、それ普通に買取屋さん持っていったら売れます、だから、えー、あれってガチャになってるんですよね、うん、要は子供たちも買えるじゃないですか、うんうん、で、買って、開いて、当たりが出たら20万で売れるわけですよ、へ、えー、だからポケモンカード、ガチャになってるんですね、実は。でも、はい、それ結構、景表法に引っかかるレベルじゃない そうですね。20万とかだと。結局20万っていうか、カードは100円なんですよ。<ー>100円なんで、警報関係ないんですよね。そ<ー>そもそもだってメーカーカ 規模氷価格で売ってるだけなんで、ただそれを買い取り屋さんに持っていったら売れるだけで、うん。ビットコインっぽい感じそう,そうです。ビットコインとかトークンっぽい感じ,感じ、ね、そうですよね。ある会社さんが面白いことやってて、ポケモン、うん、そのカードの仕組みで、秋葉原には会社さんなんですけど、ネットでこうやってガチャで引いて、うん、で、当たりが出るまでこうみんな引くんですけど、うん、外れるとするじゃないですか。うん、外れたら、それをポイントに変えて、また、うん ガチャが引けるっていう、外れを送らなくていいっていう、すごく面白いことやってる会社さんも出てて。外れ、えー、を送らなくていい要は外れるじゃないですか、ポケモンカード。でも自分は欲しくないじゃないですか。うん、ただ、これを送りますか、ポイントに変えますかっていうボタンがあって、ポイントに変えるとまたそのポイント付与されて、それがまたガチャが引けるっていう仕組みやってる会社ってこれって、卸から買って、店舗が全部自分で開けて、はい、転売したらどうなんですか それはそれでありなんですけど、でも結局、買い取りを結構強化してて、うん、そういう業種さんって、うんで、買い取ってやってるビジネスなんで、全部開けても数が多いんで、当たるかどうかはありますよね、<あ>当然ながら。じゃあ、これ、製造業者のセキュリティ管理とか大変なんじゃないですか大変だと思います。だからそれがなんか、もう金券みたいになってて、当たったらすごいみたいな。だからそれが、二次流通がすごく値段が上がってて、中国の方とかが、それガーって買ってるんですよね、うん、今。なんかすごい。 状態なってますそれでもバブルはじけそうなやつですねいつかはじけると思うんですけど今はすごいっていうなんでそんなに転売価値が上がるんですかね数が決められてるからですね NFT と同じだと思うんですけど要はカードもこう外れと当たりがあると思うんです皮肉な話というかさあリウうってそうだったんだよねあの時ヒカルさんがわーってやってわーってなったじゃないですか堀さんあの時どう思ってたんですかいや俺はだから言ったのその社長にねオバ君っていう社長が言ったんだけどオバ君がもっとバリバリ 盛り上げたたいいんでさんんでででさとコラボししすけどどうでしょうょかって言って、俺はやめとけって言ったの。だって、その頃の彼ってさ、屋台に行ってさ、くじを全部引いて、全然当たりねえじゃねえかみたいな動画がバズってた頃じゃん。それ多分うちでもやられるよ、多分。絶対やるから。だってそうやって炎上してネタを作ってきてるわけだから、絶対やられるから、絶対や,絶対やめといた方がいいよ で俺は言ったんだけど、はい、やっちゃったんだよね社長がコラボしちゃっては <laughs> 思った通りになったわと思ってポケモンカードバブルも、はい、誰かがそういう掟破りの、はい、お前別れを空気読めよみたいなそれをやってどこかでボンって崩壊するはずなんですよねバリューのあの時ヒカルさん達もねわーってな,なってたじゃないですか誰かが相場 をこう操縦したらなりますよね。ダーンってプライポーラクで。まあ、そ場を操縦するというか、あれ分かってるよねみたいな。紳士協定みたいなところがあるから、これは実はあの、バリューやる前から、あれと同じようなことを実験してたんですよ。あれ、ビットコインが出始めた2011年ぐらい、はい、そもそもビットコインって全然メジャーじゃなかったわけ。その人たちがすごいビットコインガチ勢みたいな人が、俺にどんどん投げ銭をしてくるわけよ。 ビットコインを。結構しつこく投げ銭してきててみんなが。はいはい、ビットコインってオープンソースのソフトウェアだから、はい、あれコピーできんですよ。ソースコードが全部公開されてるから、ビットコインって名前になってるとこ、例えばモナコインって書いたら、モナコインになるんですよ。モナコインってあの2チャンネルが作った日本のビットコインなんだけど。はい、あれ僕も見てて、ちょっと使ってたんですけど、うんうん、炎上する要素はちょっとありましたよね。操作、うん できるじゃないでですかかそのインフー,サーっていうか立つ人がも別に売り抜けなきゃいいわけだから別に値段が下がったところで、はい、またその人が頑張って話題になれば価値は上がっていくわけだからそれに対して得点をつければ価値上げ,上げられるし実際今フィナンシェとかそういうサービスが出てきてプロスポーツチームとかが使うようになってるわけですようん、うん、あの頃はまだその仮想通貨決済法みたいな、はい、あの法律もできてなかったから、はい、野放しみたいな自由に何でもできる。 きるみたいな状態だったのが、はい、そういうその法律ができて規制されるようになったから、うん、だからバリューは事業停止したんですよバリューもそのそういう事業者になるっていう道もあったわけそのためにはでももっと資本金必要だし、ね、下り坂のサービスだったから、はい、これ以上継続してもダメだよねっていうことでサービス停止したんだけどそのままやってたらちゃんと免許を取って、はい、フィナンシュみたいなサービスをやってたと思いますよヒカルさん 小林さんあ会って分かったと思うんですけど、ヒカルさん多分何も分かってなくて、周りの大人に言われて多分やっただけだ、気がしますけどね。いや、そう、でも俺もそう思ったから、はい、彼は何も分かってねえんだろうなと思って、ね、何も分かってない状態で、ああいうことするやつは、やる、はいる、やるから、やめとけって言ったの、俺は。そうですね、確かに。分かってないから、分かってないから、やめとけって、分かってる人たちだけでやっといた方がいいよ。最初にさ、世に出る人たちって最初尖ってるから、はい、なんか俺なんかもそうなんだけど、はい、なんかテレビ局の人たちとか、新聞社の人たちとか、役人の人 人たちちからするとはい、はい、何やっちゃっゃてんだよお前みたいな、うん、お前もね、会社も上場したんだから、黙って上場企業の監修に従って、やっとけば悪いようにはしないし、はいはい、お前だってめっちゃ稼いで大金持ちだろ黙って、おとなしくやってろよ、みたいな。で、そこで暴れたから、じゃあお給与据えてやろう、みたいなやつが出てくるわけじゃん。だから同じだよ。構造は同じで、それはでも、若さゆえのっていうところはあるじゃん。